将大、来シーズンはセリーグ移籍が濃厚か。楽天田中将大が今オフ、引退を回避し、200勝達成のため、セリーグ移籍を視野に入れ始めているという。田中は今季開幕の時点で200勝まであと10勝と迫りながら不甲斐ない投球が続き、6月1日時点で3勝3敗。防御率は 3.96 で、規定投球回をクリアした投手の中ではリーグ11位と、波の投手になり下がっている。昨シーズン終了後、田中は代表セリーグ球団への FA 移籍を視野に入れていたという。だが石井監督の強い要望もあり、楽天に残留。その監督が交代となれば、強い後ろ盾を失うことになる。そこで持ち上がるのが、田中が希望した代表セリーグ球団への移籍だ。200勝にこだわりもあるし、強打の DeNA 戦で好投したように、セリーグのチーム相手なら、まだまだ通じると考えても不思議ではない。落ちぶれたなほんま。いくら金にこだわりがないと言っても奥はかかるから払えるところしかないね。バワーと入れ替わりで田中マーが入るならええんちゃうか。防御率4のおっさん欲しいとこあるか。旬の過ぎたおっさんに4億出すのはあそこくらいちゃうか。巨人を行ってリリーフやらされたら笑うわ。マー君もついにお前さん立つ入りか。腹は欲しがりそう。腹の大好きな WBC 戦試案決まったな。嬉しい新入りだぞお前さんたち。怒りの腹からの菅野とトレードか。パリーグで落ちぶれてもセリーグで出番があるのは事実。先発オランヤクルトピンズドヤン。新庄も欲しがりそうやな。北海道は田中にとって地元みたいなもんやし。田中将大で客呼べるのも10年前までやろ。今じゃ田中が投げるからって誰もいかんやろ。もう成績残せなくなったマーニーまでもどれだけのネームバリューがあるかやな。